自分が乗るのはオーディナリーの255ってやつですね。11時47分出発なんですけれども、やっぱり遅れていて43分の遅れ、到着予定は12時27分に変わってます。今のタイ国鉄の公式サイトからも運行状況は確認できるんでね、それで乗る前にチェックしてから来れば時間を無駄にしなくて済むかもしれません。ここに地図がありますけども、クラチュアップキーリカン県ってかなり南北に長いんですよね。でホアヒンがあるのは一番北で、ペブリとの境、今から行くのはここですね、アンパンムーンだからかなり南になります。駅にカフェがあったんで今ここで休憩してます。時間は今12時ですね。本当だったらもう列車乗ってる時間なんですけども、さっき言ったように40分ぐらい遅れてるんで、このエアコンの効いた場所でのんびりすることにします。ここ出ればもうすぐ線路プラットホームで、こんな感じです。今ちょっと日が差してきて今日は結構蒸し暑いですね。これから乗る列車も3等で、もちろんエアコンなしなんで、それまではこの涼しいカフェでのんびりしてようと思います。今チュンポン県からバンコクへ向かう、バンコクのトンブリ駅へ向かう列車が入ってきましたね。これも普通列車です。三等車のみみたいですね。これも車内で、はい、これ売るみたいですね。車内販売みたい。11時12時38分出発しました。だいたい帝国より50分遅れてますね。今ホアヒン駅から乗ってきた物売りがもう早速商売始めてますね。
ก่อนเพราะพยายามไม่ได้ทำบัตรไทยかの工事やってますね。まあこれあとどれくらいかかんのかな。なんか少し前にバンコクポストか何かのニュースで出てましたけど、この伏線化工事が終わればバンコクからチュンポーンまで5時間ぐらい、所要時間5時間ぐらいになるって書いてありましたけどもね。まだだいぶかかりそうですね。やっぱタイ国鉄が遅れる原因は大部分の区間がまだ単線なんでね。それでどうしても列車待ちなんかで遅れちゃうんですけども、1時55分、クイブリーっていうところに着きましたね。あと30分ぐらいかな、プラチャピーリカンまでは。もう次がプラチャピーリカンの駅です、現在時刻は2時25分、だいたい2時半ですね、到着は。
さあ着きましたね。降りましょう。ホテルまで向かおうと思います。そこにこれなんて言うんだろう、トゥクトゥクっていうのかな、バイクの横にサイドカーくっつけたやつがあるんで、ピパイロングレームプラチャビーカップ、タライカップ、シーシップカップ、40バーツだそうです。アニコリアカライカトゥクトゥクラトゥクトゥクラ、うん、またちょっと雨降ってきましたね。